これが華厳の滝です。日光の旅行2日目です。昨日は世界遺産の寺や神社を見ました。日光は自然も豊かです。今日は日光の滝巡りをします。ああ、だんだん音が聞こえてきた。駐車場から遊歩道が整備されていますよ。林の中を歩いていくと看板が見えてきます。展望台がありますね。奥まで行った方が滝がよく見えそうです。あすごい。森の中に滝が見えます。滝は上下2段になっていて、上の段は高さ25メートル、下の段は高さが26メートルです。葛飾北斎も霧降りの滝を描いています。1833年頃の作品と言われています。上の段です。夏の緑に囲まれた滝も綺麗ですが、紅葉の時期は一層綺麗です。下の段です。以前は滝つぼの近くまで歩いていけたようなんですけれども、今は通行止めです。朝早かったので開いていませんでしたが、滝を見下ろせる場所にレストランがあります。熊出没注意って書いてあるよ。滝までは歩いて10分弱です。遊歩道に高低差はあまりなくて歩きやすかったですね。緑が綺麗で癒されます。だんだん水の音が大きくなってきました。こういう渓流沿いの道大好きなんですよね。いやー、緑の中歩くのは本当に気持ちがいい。こんな素晴らしい場所になぜ他の観光客がいないのか、とても不思議です。もう少し滝に近づいてみましょう。裏見というのは滝の裏側から見るという意味です。
どうやって裏側に行くのかな。どうやら裏側には行けないようです。恨みの滝に来ました。素晴らしいね、ここ最高。1902年に滝の上側の岩が崩落して、滝の裏側には行けなくなってしまいました。木の裏側には現在でも道明王像があります。日本語のいろははアルファベットの ABC にあたります。カーブがたくさん続いていて、カーブごとに看板が立っています。最初のカーブです。イという文字が看板に書かれています。これは上り専用の第二いろは坂です。 9.5 キロで20箇所のカーブがあります。下り専用の第一いろは坂は6.5 キロで28箇所のカーブがあります。もともとは日本で2番目に古い有料道路でしたが、今は無料で通行することができます。この日は10分くらいで通り抜けましたが、ここはもみじの名所なので秋には大渋滞して3時間くらいかかることもあるそうです。猿が出てくることがあるんですけどね、餌付けをすることは条例で禁止されています。観光道路としての価値が認められ、土木学会推奨土木遺産に指定されています。まもなく明智平のロープウェイ乗り場です。これですね。このトンネルは1994年に新しく開通しました。以前は対面交通でしたが、現在は2車線の上り専用となっています。華厳の滝を見に行きます。エレベーターに乗ります。100メートルの高さを約1分かけております。料金は大人570円、子供は340円です。これが華厳の滝です。落差97メートル。いや、すごいな。発見したのは正道上人と言われています。イワツバメが飛んでますね。ちょっとこれじゃ見えないかな。仏教経典の一つ華厳経から名付けられました。那智の滝、黒田の滝と並んで日本三大名瀑の一つです。この水はダイヤ川となって神橋の下を流れます。この日の水量は毎秒2トンでした。多い時は毎秒55トンということなのですが、ちょっと想像がつかないですね。
の上に岩ツバメが見えます。木の横の岩壁に巣があるようです。たまたますごい綺麗な花咲いてるの見つけました。これはクリンソウです。以前山の中で一輪だけ咲いてるのを見たことがあります。こんなに群生してるのを見たのは初めてです。実はこの近くの千住ヶ浜というところが日本有数の群生地のようです。竜頭の滝は岩の斜面を流れる渓流瀑に分類されます。個人的にはとても好きなタイプの滝です。癒されますね。これが竜頭の滝です。竜頭というのは竜の頭という意味です。真ん中の岩が竜の頭、滝が白いひげを表しています。右側の滝も左側の滝もそれぞれ美しいのですが、2本同時に見るとやはり竜のように見えてきます。華厳の滝と竜頭の滝は日本百名瀑に選ばれています。日光には世界遺産の寺や神社、そして自然があります。ぜひ日光を訪れてください。いいねやコメント、そしてよろしければチャンネル登録をお願いいたします。